ザクセン・アルテンブルク自由州は、1918年11月のドイツ革命でザクセン・アルテンブルク公国の君主制が廃止されて成立したドイツ国の自由州である。1920年5月1日に他のチューリンゲン諸法6州と合法して中林元州となった。1918年11月13日にザクセン・アルテンブルク公エルンスト二世が退位したことで、 ザクセン・アルテンブルク自由州が成立した。首都は引き続き、アルテンブルクに置かれ、暫定政府首相には、ビルヘルムテルが就任した。1919年1月26日には、衆議会選挙が行われ、ドイツ社会民主党とドイツ民主党が連立政権を発足させた。首相には、ビルヘルムテルに代わって、アウグスト・フレイリヒが就任した。 1919年3月27日には、ザクセンアルテンブルク自由衆議会で、暫定憲法が制定された。1920年5月1日には、他の駐林原諸法6州と合法して、駐林原州となり、主権国家としては消滅した。1920年12月9日の移行期間における旧駐林原諸法の管理に関する法律で、州政府は、 地区代表と地区政府に再編され、さらに1923年4月1日には移行期間が終了して地区政府も解体された。ザクセンアルテンブルク自由州の地域行政は、軍独立市アルテンブルクとアルテンブルク、ローダ及びロンレブルクの3つの地区事務所で実施されていた。議席が獲得できなかった政党の得票率が含まれないため、 合計は100%にならない。ありがとうございます。